いただきたいと思います。栗原亜希さん、よろしくお願いします。栗原さん、本当に台湾を愛し、そして日本を愛して、本当に駆け足となっていただいている方でございます。栗原さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。私は台湾から来ました、シーと申します。日本通称名は栗原です。现场应该也有很多台湾人在这里，希望大家能够帮忙那个日本人的团体正在帮我们进行台湾这里的活动，请大家在入口附近有签署有活动的人员在进行签署活动，请大家帮忙签名，谢谢。台湾は中国でした。違うでしょう。台湾人の問題はまだ解決してないです。日本も台湾も中国の一部だと認識認めてないです。台湾人は無形です。台湾は中国ではないのです。なんで中国の良い都合で台湾改善を使わなければならないんですか。オリンピックは政治が関係ない精神のバーです。チャイニーズタイペイという呼び方は台湾人に不幸を経たサービスです。皆さん、この問題を理解し台湾を応援してください。2020年オリンピック台湾選手団は台湾の名前で参加させていただきたいです。台湾は台湾人の愛情があります。皆さん、ご署名をどうもありがとうございました。本当に日本語でもお話しいただきました。台湾からおいでいただきました。日本名、栗原亜希さんです。じゃあ続いてですね、台湾からの留学生の方が駆けつけてくれました。皆さん、こんにちは。私は台湾からの留学生、新と申します。私は台湾の選手団は台湾の選手団が東京五輪で中華海兵ではなく台湾という名前で参加してもらいたいと思います。私は1997年生まれなんですので、僕にとって台湾は台湾です。中国の一部ではなくてはありません。そして今日、台湾人だけでなく日本人の方々も応援してくれて、サポートしてくれて、本当に感謝の気持ちを申し上げたいと思います。これからは台湾人はもうアイデンティティのことで悩むことないで生きていきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。然后大家好，我是台湾来的留学生。然后，身为年轻世代的一份子，我非常非常的希望台湾接下来在东京奥运2020的时候，可以并非以中华台北的名义参加奥运，而是可以堂堂正正的以台湾这个名义参加国际性的运动。我希望接下来的台湾的年轻人不要再因为自己身份认同的问题而苦恼，然后也谢谢今天为我们支持我们的日本人。我希望身为留学生的一份子，把这份感谢的心情传达给所有的日本人，谢谢你们。留学生の、陳さんでした。本当にも素敵な台湾の青年です。こういう20代の若い青年たちが正々堂々台湾というプラカードを掲げて東京オリンピックスタジアム、このメインロードを更新するのは当たり前じゃないですか。